じゃん。もう手前やん。お、いいんじゃない？いいんじゃない？うわ。いいっすか、じゃあ撮っちゃって。お願いします。いやまあね、みんな撮るところ見たいからね。それな。どうしようかな。あ、でもなるほど、奥側から行くってことだ。奥側で、うわ、うわ、戻しちゃった。ご主人様です。おっと、ちょっとね、やっぱ変えます。僕の得意なやつ言っていい？輪っか引っ掛け系。入ってないだろ、これ。これすごい得意なんですよ。やったことないだろ。で、アンサンブルスターズの狙いはですね、この水色の一体だと思います。いきます。ここ、ここ、あ、いいんじゃない。何かしら引っかかる。あ、結構奥いくな。で、2つ引っかかった。あ、弱いこれ。はい、はい、もう終盤ですね。そうですよ。こちら終わりのセラフ、あの箱に入ってて、上にフィギュアが、フィギュアというかストラップがついてるやつですね。やべ、え、いた。どうしようかな。アーム、ちょっと輪っかじゃない方にします。あー、そっちの方がいいのかもしれない。すげえ曲がるんだ。このままじゃさすがにね、オルタナチャンネルとしての品格にかかるわ。これは取るよ。取ってくださいよ。これ輪っかじゃないっしょ。輪っかじゃない、輪っかはカバー。見せかけっしょ。 どこいる。多くすぎねえか。ちょっと待って。お願い、これはもう勝負関係なしで取って。これは恥ずかしい。これを取らないと恥ずかしいよ。これは遊戯王は取ってください。僕らの品格にかかる問題だから。おおおおおおお、一応一応一安心しましたよ。え、3枚取る。うお、すごいすごいすごい、大量ゲット。いいんじゃないですか。ありがとうございます。もうつけときます。あ、もう早速。さあ、ということで僕が最後の挑戦ですね。ちょっと、ね、じゃあこれ取るわ。この今にも落ちそうな。でこれ取ったところで勝てないんだよ。そうだよ、俺だって缶バッジで3個取ってるんだ。あれはもう0.3 ポイントですよ。いやいやいや、遊戯王缶バッジは1にも及ばないじゃん、3個で。え、あ、でもいいんじゃない。 OK、 最後これ取って終わろう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきました。これなかなかいい景品なんじゃない。欲しい方もね、いらっしゃるんじゃないですか。バトリガール、まあ今流行ってるのかな、わかんない。よし、これで僕は終了です。1000円分終わり。最後はですね、もう大きいの行きましょう。大きいのお願いします。見てください、あの、はい、でかでかい、腕玉でかい。いや、これを撮ってくれると最後に、はい、ありがとうございます。見てください、カメラさん、こちら小さいな、おい、はい、小さいな、現物。安全策でいきましょう。え、ディスプレイ取りであっち取るんでしょ。いやいや、届かないだろ。ディスプレイ取りじゃないですか。物理的に無理じゃないでしょ。これね、まあ、あの紐に引っ掛けるより普通に転がした方が早いですよね、多分。ああ、なるほどね。さあ、いきましょう。最後、綺麗にね、取って終わりましょう。取りましょうよ。頼みますよ。さあ、タグ引っ掛け。いや、もう普通にね、あの転がしつつ、あ、大量に狙って感じ。うん、頼みます。はい、来ました。ゆで、はい、ちゃんが来ました、はい、見てください、このちょっと重いですね、もはや。え、手が震えるぐらいの重さのぐで玉です。
ちょっと意味がよくなってきてさあ、ということで結果発表いきましょう。まずは僕から、取ったもの、一番初めに取ったのがこちらの座布団です。そして二つ目、じゃじゃん、こちらも神プレー炸裂でございます。いやいや、いらってなかったから、そして最後こちら、じゃじゃん、これは本当にね、超レアですから、はみ出たから、ね、ということで、今回僕が1000円で取ったのはこちらの3つです。ということで、クレーンゲーマー渋谷ジパンが取ったのはですね、まずはこちらですね、この座布団2枚ですよ、しかも出ました。続いてがこちら、遊戯王の缶バッジ。それはもう1点に入りませんよ。いやもうこれ3個それはもう3枚ゲットしてた。で最後がこちら、超巨大、はい、超巨大な筆玉ですね。いや巨大じゃないわ。ということで合計何個ですか。合計は、6個ですね。6個はい。ということで今回の勝負は引き分けでございますね。はい、なんでだよ。さあ、でもどうでした、1000円対決。いや、やっぱね、1000円だとちょっとこういう小物しか取れないよね。そうだね、うん、ちょっとね、なんか情けない感じになっちゃうし、設定がいいゲーセンじゃないとやっぱ大物は取れないですよ、うん、じゃあちょっとこのね、勝負が終わった後は、はい、僕ら協力してなんか大物ゲットしに行きます。やめておきましょう。なんでだよ。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。